面白いです。はい、というわけでね、今日はね、アライグマが引っかかりませんでしたね。なんかね、マナを壊れてますってね、電話したら、いやで、なんか壊れてませんだって言われちゃったらしくてね。で、なんか罠が3つぐらいしかないらしいんですよ。で、みんなね、同じぐらいボロいらしくて、で、要はそれしかないんで、それで、それで頑張ってくださいみたいなね。ずいぶんいい加減ですね、ほんとね。だからもう自分の金でね、罠を買っちゃおうかなと思いましたけど、ほんとね。それか、ね、害獣 バスターズみたいなのに頼むか。でもあれ相当高いんだろうな、あれな。害獣バスターズはね、高そうですもんね、すごいね。だからね、どうしようかなと思ってます。アライグマがね、確保できないと二重橋に送りつけられませんからね。何としてでもね、捕まえないとね、私の目的がね、果たせませんからね。宅急便で送りつけるっていうね、案もありましたけど、直接持ってっちゃえばいいんですね。それこそあれですね、それこそ青い作業着かなんか着てね、で、この農協帽子かなんかかぶってて、ね、で、マスクすれば多分分かんないでしょうからね、こんにちはってね、大和運輸の方から来ましたなんつってね、方からとか言っちゃって、はいなんてね、荷物受け取りお願いしますなんてね、じゃあこれお願いしますなんてね、なんかね、すぐ開けてくださいって、荷主さんから頼まれてますんで、すぐ役員室持ってってね、開けてくださいなんつってね、ああ、そうなんですかなんてね、言って、師匠のね、お姉さんが役員室持ってってね、なんか役員の方々にね、あれですってね、銀座クラブ、なんだっけな、あれ、銀座のクラブ、名前なんつったっけな、名前、朝岡だ、銀座のクラブ、朝岡のママからね、なんか来てますなんてね、おお、どれどれなんてね、バカだから、すぐ引っかかっちゃってね。なんか送り状になんかハートかなんか ついちゃってね、役員の皆さんへハートなんてね、ピンク色のペンかなんかで書いちゃって、おーなんてね、どれどれなんて開けたらね、中からもう凶暴なアライグマが出てきちゃってね。だからそのためにあれですね、1週間ぐらい餌あげないでね、もう植えさしといてね、アライグマをね。でももう出た途端ね、もうね、噛みついちゃってね、もうね、ワンちゃん可愛いですね。出た途端もうね、ありとあらゆるもの噛みついちゃってね、洗っちゃってね、それでね。ちょっとね、それやりたいな。そのためにはね、アライグマを確保しないといけないから、アライグマ自体を通販で、まあ売ってねえか。さすがにね、特定外来生物だからね、あれ、売買とか禁止されてますからね。だからね、なんとしてもアライグマをね、取ってやらないと。デイ2は失敗でした、失敗だったんで、何も動画にも撮りませんでしたけど、で一箇所目からね、罠をずらしたんですね、ちょっと見やすい場所に。一箇所目はね、ちょっとね、おそらく警戒心が強いやつらのことだから、こちらから見える場所だとなかなか入んないだろうってことで、ちょっとね、家の方から死角になるね、その金魚の入れ物で死角になる裏に仕掛けたんですよね。で昨日、要はもう何で引っかかんねえじゃねえかっつって、で場所をね、なんかね、もう家から見えるところに移したんですね。そしたらね、やっぱり入ってませんでしたね。でね、要は昨日つけた裏側の、その金魚の水槽の裏側に、まあキャラメルコーンがね、たくさん散乱してたんですよ、食い残し。
でちょっと試しに見てみたら全部きれいになくなってましたね。だからあいつはまた来てね、多分その食べ残しだけ食って帰りやがったら随分不定やつなんですね、ほんとね。でこっち側のね、罠の中のねキャラメルコーンはね全く手が ついてなかったんでね、いや学習させちゃいましたねあれね。ああだからね、あこの罠の中はね多分だ危険だってことがね学習しちゃったんで、ますますこれひょっとしたらますます捕まえづらくなっちゃったって可能性ありますからね。まあでもね、やつらも空腹にはね立てないでしょうから、やっぱりこの冬がねチャンスですね。夏だからほらいろいろ食い物ありますから、何らかの言ってもね、なんだカブトムシとかね、バッタとかほら昆虫がいっぱいいますからね。あとまあなんか木の実なんかもいっぱいあるでしょうけど、今はね冬は何もないですから、今がね捕まえ時ですから、もうほんとね早く捕まえてね、早く二重橋に放ちたいですからね。だから多頭で捕まったら最高ですね、もうね5、6匹捕まえちゃってね5、6匹捕まえちゃってでかいね、でかい段ボールかなんかに詰めちゃって持ってってね、こんにちはなんてね、佐川急便の方から来ましたなんですね。こちらはなんか新しいワインセラーだそうですなんですね。なんかなんとか専務がね、お部屋でワインを楽しみたいなんていう舐め腐ったこと言ってたらしいんですけど、まあ、よくわかんないんですけどワインセラーをお届けしましたなんてね、ああそうなんですかなんてねじゃあこちらへなんつって、でワインセラー開けたらね、もう凶暴なアライグマがまた出てきちゃうっていうね、これ何としてもやりたいなこれあれですかね、これはやっぱり犯罪になるんですかね。特定外来生物を確かね、なんか確かあれなんとか外来生物はね運ぶのもダメなんですよね、生きたまま輸送するのもダメなんです確か。だからウシガエルとかね、そう、あとブラックバスなんかもそうなんでしょうね。あとはアメリカナマズね、でアメリカナマズとかで牛ガエル食っちゃう人がいいんですけどね、やっぱり YouTube で見るとちゃんとその場で殺して締めてますからね。でやっぱり生きたまま移動させることがその特定外来物法違反だかなんかで、それがダメだっつうんで、そういうことやってますけど、アライグマもやっぱダメなんでしょうね多分ね、そうなるとね。だから多分ね、その法律には触れますけど、何ですかね、あとはまあそれ以外にしか多分法律上裁けないんじゃないかな、どうなんだろうね。アライグマが好きな社員がいると聞いていたので、送りましたなんてね、そんな間抜けな供述してもね、まあ、それで突っぱねればね、なんとか裁判になりそうですよね。まあ、裁判にもならないでしょうけどね、こんなんね。だからアライグマにあれですね、もう1ヶ月ぐらい飼いだらしてですね、で毎日ソーセージだけ与えるんですね。で最後の1週間はもうね、最後の1週間はあれだ、餌を抜くわけですよ。そうするともうね、チン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 にばっかり噛みついちゃってね、みんなね痛い痛い痛いなんてね、痛いだなーなんて、もぎ取られちゃってね。だからフリーしてて、なんかフリー相手にぶん殴られて混沌してるところを枝切りバサミでチンコちょん切られちゃったバカな弁護士がなんか確かいましたけどね、あんな風になっちゃってね、もう大変ですよということでね、結局下ネタになりましたということで、ああ綺麗な朝焼けで、いやー今日はねまたロングドライブですよ、これから何キロあんだろうね、180キロぐらいあるのかな、180キロあるな、200キロはねえかもしれないけどな。ということで
あ、やばい。ああ、いいや。あ、マスク忘れた。あった。車の中に。ということで、一日も早くね、アライグマが捕獲されることをちょっとお祈りして、神社にお祈りするんだな、だから、アライグマが一日も早く、アライグマが一日も早く、捕まりますようになんでね、毎晩毎晩お祈りしてね、寝不足になっちゃって、自分が目の周り黒くなっちゃってね、戦場へ、戦場のメリークリスマスの坂本、坂本教授みたいになっちゃってね、目の周りが黒くなって、アライグマみたいになんないようにね。ということで、はい。あ、違った。これなんだっけ。いや、いいや。